ライコランド来ました。もう好きあれやしののめのライコランドに行きます。めっちゃ好きですね。大好き。実家より好きかも。あのね、忘れられないものがあるんですよ。忘れないもの。忘れられないものね。あの以前迷ってて買おうかどうかな、どうしようかなと思ってたんだけど、はい、やっぱりちょっと欲しいなと思って、はい、でなんか状況を聞いたらサイズもあるような感じのことだったんで、確かめに、本当に欲しいかどうか確かめに。で買う可能性あり。そう、納車した時これだったよ。へえ。で納車日にそのまま腹ペコさんとこ持ってってピンクにし始めたから一周しか乗ってない。そう、この色見てもなんかまだ新鮮だもんね。そうですね、うん、こっちなんだよこれ。これが欲しかった。前回もこれ買おうかどうかを悩んで悩んで、はい、悩んだ挙句サイズがなくて、はい、で今かぶってるベルを買ったんだけど、ベルともう一個悩んでたカーボンのやつもあったんだけど、はい、それは結局後日一人で来て買ってるからね。であの時迷った2つともあるんだよ今。結局2つあるの。ただこれも気になってていろいろ調べたんだけど、はい、なかなか在庫がなくて、でもなんかさっきチラッと聞いたらちょっとあるみたいなこう話だから、これをねどうしようかなと思って、例のねこれを被らないとダメなんだ。反対って言ってましたね。そう、前買った時はさ俺ずっとこうやってやってたんだけど、でもほんとそうかな、そのフルフェイス被る時はこうしないとここのがなんていうの、飛沫がみたいな感じのこと言ってたんだけど、いやそんなことない、コロナ前からここにはこれがあるから、はい、絶対こうだよね。ちょっと分かんないですね、おかしい。こうですよね。こうじゃないですよね。すごい絶対弱いスーパーヒーローみたいな。弱いってなんだ。よくないですか。めっちゃいいっす。かっこいいっす。赤。ハエっぽい。ハエ？ハエ。どこがかっこいいの？ハエっぽくて。でもかっこいいっす。かっこいいっす。こっちですね。サイズは L。 L のがいい。いい感じです、ね。これ被りやすいな。脱ぎやすいし。包み込まれるような。うん。それを取ればこれもつけられるってことですよね。これ取ってこれだったらいいんじゃないですか。取ってみます。でこうし。早そう。トンボみたいな。ハエとかトンボとかさ昆虫か、羽ついてないとダメなんだよ。みんな安全運転してる？どういうことですか？これいいな、マジでいいな。こっちとどっちがいいと思います？俺は黒か透明かどっちかです。でも透明の場合これがあるから、
そのこれだけだと風が入ってくる。これはもう完全シャットアウトしてる。そうか、透明買わないと撮影できないんだ。この色どう思います？このままめっちゃ超かっこいいんですか？これ多分原品だな。聞いてこよう。ヘルメットの岡がいないな。今日このヘルメットのサイズ展開を聞きたいんですけど、これの L が欲しいんですけど、L L で何色があるかを知りたいです。はい。これ L です。金ピンのみですね。あ、L はこいつのみ。そうですね。あとグラフィックカラーでしたら、この色があります。これもかっこいいね。あ、これも在庫ある。はい、ございます。在庫あるんですか？はい。L で？はい。いや、ちょっとこれは白、見てみます。株とかな、思うときいいかもな。そうですね。知ってるんですか？株。はい、うん、ちょっとこれいいですか？ L。 あ、はい、わかります。あんな上に置いてあるの？いただきました。買うんですか？いや、買うかな。まだ分かんないです。すみません。おー、いいね。いいね。かわいいね。ちょっと被ってみてもいいですか？はい、大丈夫です。どうですか？かっこいいです。いかついですね。安全運転してますか？安全運転してます。困ってる。これください。ありがとうございます。あれ、これミラーか。どっちがいいの？シルバーです。こっち？はい。どうですか？女性のあの好みでも大事。いや、俺決めていいですか？じゃあ聞かないでもらっていいですか？好みじゃなかったです。そんなことないです。ごめんなさい。じゃあこいつとこいつとこいつとこいつをお願いします。いや、これであのハンバーグ師匠の YouTube もまた楽しくなりますよ。ハンバーグ師匠知ってます？知ってます。ああ、よかった。いつもあの朝スッキリで見てます。あ、スッキリじゃないかな、ラビットですかね。ああ、ノンストップです。あ、ノンストップ。ごめんなさい。でもいつもテレビで拝見させていただいて。とんでもない、ありがとうございます。バイク乗られるんですか、小島さん？あ、乗ってます。え、何乗ってんの？川崎の忍者400に。忍者だよ。400？ はい、400。小島さんのその小柄だから400でちょっと大きくないですか？足はだいぶギリギリです。いやー、嬉しい。なんかすごい嬉しいですね。忍者乗ってんだ。はい。どれぐらい乗られてるんですか？1年ですね、ちょうど。忍者乗り出して、はい、すごい。メット何被ってるんですか？松園の Z7 被ってます。ちょっとわからない。
もう廃盤になっちゃったモデルなんですけど、こんなに買っちゃったよ、すごい嬉しい。今日これ枕元に置いてんね。じゃあお会計お願いします、はい、あ、お願いします。ネットが5万5千円で、付属がいろいろで7万円だ。了解です。じゃあカード一括で、すいません、ありがとうございました。すいません、ご提案ありがとうございました。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。